きチャンネル。じゃっ、こんにちは。さあ今日は、はい、大卒高卒社会人出身どこが一番いいのか、うん、打者編。イエイ、失礼しました。はい、はい、ピッチャーに続いて続いてはい、やりましょう、うん、まずはね、野手は打率、打点、ホームラン、うん、この3つのタイトルで、はい、どこ出身が一番なりやすいのかっていうのの検証です。はい、わ、はい、かりました。まずは、打率から、はい、首位打者を取ってる方ってこれね、2000年以降なんで、はい、もう2000年前はエンドレスイチローさんです。パリーグありそうですね。90、はい、まあ、2000年もね、イチローさんなんですけど、はい、94年から2000年まで7年連続イチローさんなんですよ、はい、高卒の、うん、だからかわいそうですよね、他の選手。そうですね、不遇にこう取れなかった人っていうのが、イチローさんがいたことによって、はい、その7年間どんなに頑張っても取れないでしょ、うん、地獄、地獄っすよね、はい、でメジャー行ってくれて、うん、やっと、うん、ハッピー、はい、そうですね。ちょっとこう2位誰だろうって見たら松井和夫さんとか、うん、片岡さんも見たと思いましたね。片岡さん、じゃあ一郎さんの壁が厚かったっすね。そう、もしかしたら首位打者取れてたかもしれない、ね、一郎さんがいたっていう、うん、はい、でね、2000年一郎さん取って、うん、でメジャー移籍して、はい、でパ・リーグはね、そこから福浦さん、はい、ね、で小笠原さん、小笠原さん、うん、松中さん、和田さん、松中さん、稲葉さん、はい、でリック・ショート、うん、で鉄平、うん、で西岡で内川、角中、長谷川、糸井、うん、柳田、角中、秋山、柳田、森、うん、吉田というね、ところですけども、高卒が伊藤さんと福浦さんと鉄平、西岡、内川、はい、以外もで森か、うん、結構社会人と大卒が多いですね、パリーグ。そうですね、うん、2002年以降ほとんどこう連続して社会人卒ですか。まあ、ガッツさんとね、松中さんと和田さんと稲葉さんで、はい、もうきっちり打率、はい、だ高卒がほぼいない、ほぼいないですね、うん、で高卒で取ってんのも福浦さん8年目、はい、うん、で鉄平も9年目、うん、で西岡8年目で、はい、内川が11年に取ってんだけど、まあ、パリーグで11年目、はい、で セリーグでは2008年に取ってんだけど8年目なんで、はい、で森が6年目でしょ、うん、だから首位打者は高卒でもそんな早くから取れない。そうですね特にパリーグ、うん、イチローさんがやっぱちょっとずば抜けてるところはありますけど、うん、そう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 、基本的にはみんな結構30手前とか、うん、そのぐらいになってくるんですね。だから30前後が取れんのかな。そうですね、うん、タイトルに向けては、はい、社会人から入った方で、だってガッツさんも6年目だから社会人から入ってね、で松中さんも8年目だし、ね、稲葉さんは大卒で13年目ですから、はい、だから35とか6の年でしょ。そうですね、うん、西岡選手が高校出て8年目ってことは26、7ぐらい、うん、でてっぺんもね27、8でしょ、はい、やっぱちょっと25超えてぐらいになってこないと取りにくいですね。そうだね、うん、時間かかりますね、うん、大卒でもそんな早めに取ってないんだよね、うん、柳田の5年目、はい、角中が独立リーグから6年目、はい、秋山選手も7年目、うん、吉田正尚も5年目でしょ去年、はい、で秋山も7年目、はい、糸井11年目でしょ、14年だからやっぱり5年、7、8年かかるね首位打者は。やっぱパワーというか体がこうもっともっとできてこないと、でやっぱ1年間しっかり規定打席到達するまで出なきゃいけないし、うん、レギュラーにならなきゃいけないし、はい、うん、って考えたときに、あとよ、はい、左当たら多いな。パ・リーグだけで言うと、右、和田さんと、うん、で、まあ、外国人のけたリックも右だけど、はい、で西岡はスイッチでしょ、うん、内川だけ、和田さんと内川だけ首位打者、あと全員左か、スイッチ、西岡。あ、ほんとそうですね、うん、セ・リーグ見てみる。はい、見てみましょう。ちょっとセ・リーグは2000年から、はい、金城、うん、で松井秀喜さん、うん、で福留、今岡さん、で島、青木、福留、青木、内川、ラミレス、うん、青木、で長野、阿部、ブランコ、マートン、川端、坂本、宮崎、ビシエド、鈴木誠也に佐野、うん、だからセ・リーグ は結構その高卒大卒とかでいうとばらけてます。そうですね、首位打者は高卒6、大卒6、社会人5。ああ、もう綺麗にばらけてる、うん、でパ・リーグが、はい、高卒6、大卒7、社会人5だから、まあ、その首位打者は均等だね。どこがいいってわけじゃないけど、うん、でも年齢的にちょっと時間はかかるよ、うん、でもセ・リーグの方が金城がね、2000年2年目、はい、で2005年の青木も2年目、うん、で長野が11年2年目、はい、
で比較的早い段階取ってるけど、でも平均的に言えばやっぱ25オーバーぐらいですね、25オーバーぐらいでやっと取れるかなっていうね、やっぱレギュラーを張って、うん、そこでこう、ね、そうちょっと経験してっていうところが多いね、はい、そうですね、うん、見てセリーグもよ、はい、近所スイッチ、はい、松井秀喜さん左、福留で右は今岡さんと、うん、内川、うん、長野、うん、坂本、宮崎、鈴木誠也、左の方が圧倒的多いですか、多いな、やっぱ首位打者左やな、そうです、え、なんでですかね、やっぱ一塁まで近いっていうのもあるよね、ああ、内野安打とかもなりやすいとか、うん、なりやすいっていう、うん、まあ、やっぱりでも左の方が、でも外国人は全員右なんだけどね、うん、首位打者ブランコ、マートン、リック、ラミレス、あ、そっか、本当ですね、そうですね、うん、でも日本人あれだね、はい、大卒社会人高卒で、うん、打率のメリットはそんなないけど、ない左が首位打者になれる確かになれる可能性が高い、うん、そうですね、うん、まあ、データ的にそうですね、うんうん、ほぼ左だもん、でも今日本って左バッターめちゃくちゃ増えてますよね、それもイチローさんと松井秀喜さんのせいよ、あ、やっぱそっからですか、うん、でまた大谷が来たから、はい、もっと右投げ左打ち多くなるんちゃう、もうそうですね、しかもだって首位打者ほぼ左、本当ここまでかってぐらい、うん、だからセリーグでね最近坂本、宮崎、鈴木誠也が来てるからちょっと、はい、右が増えたけど、うん、基本だってそんななかなか一緒の選手ばっかりじゃないじゃんね、はい、その中左がこんだけ多いって、そうですね、やっぱ日本に右ピッチャーの方がやっぱ多いからっていうのもあるのかな、うん、あとやっぱ一塁に近いとか、うん、そうですね、やっぱそこですかね、うん、あとはまあそんなに偏りないけど、うん、まあ、どっちかっていうと大卒の方が多いね、はい、うん、どっちかっていうとちょっとそうですね、うん、え、じゃあホームラン王は右左どっちが多いか見てみましょう、ホームラン王はセリーグ、はい、2000年から松井秀喜さん、はい、ペタジーニ松井秀喜さん、うん、でラミレスとタイロン・ウッズでローズとウッズ、うん、で新井貴弘ウッズ村田村田ブランコラミレス、うん、バレンティン、バレンティン、バレンティン、エルドレッド、山田、筒香、ゲレーロ、外外、岡本、うん、外国人ばっかり、そうですね、でパ・リーグがね、中村典さん、でローズ、カブレラ・ローズで、松永さん、松永さん、小笠原さんで、山崎武史さんで、おかわり君、中村拓也、中村拓也、T ・岡田で、中村、中村、アブレイユ、日本ハムで、中村、メヒアが同じタイトルで、中村、レアード、デスパイに、山川、山川、浅村、ホームランバッター右多いな、日本人、お、そうですね、新井、村田、うん、山田、はい、岡本、うん、でパ・リーグは、まあ、中村、竹谷、うん、山崎武史さん、まあ、中村、竹谷ばっかりなんだけどね、はい、で山川、浅村でしょ、うん、あ、右、ホームランバッターちょっと右が比較的多いね、で外国人で左はローズだけだもんね、はい、あとペタジーニか、うん、ってことはでも圧倒的にやっぱ右の方が断然多いんじゃないですか、まあ、外国人も日本人 もおかわり君ばっかりいるからね、まあ、確かにそこでまあおかわり君、おかわり君えぐいね、1,2,3,4,5,6,6回取ってるすごい、でも初めて取ったのには7年目だからね、はい、うん、ホームラン王もやっぱ比較的7年目ぐらいが平均値だね、そうですね、うん、6,7年目ぐらい、うん、だから25オーバーだね、はい、大体25オーバーだからやっぱ25オーバーぐらいから脂乗ってくるのかな、やっぱ体ができてくるんじゃないですか、うん、タイトルホルダーって言ってもね、うん、あ、社会人がいない、ホームラン王セリーグに、あ、セリーグいない、パリーグはいますけどね、パリーグはでもガッツさんと松中さんだけだからね、うん、はい、ホームラン王は高卒か、じゃあもうホームラン王は高卒だ ね、高卒で育つしかない、どうなんやろう、で村田新井ちゃん、はい、大卒、うん、山川、あ、でも外国人が多いっていうのもあるんだよね、うん、もしかしたらそんなに高卒大卒社会人こう関係はないかもしれないですね、なんか見ると右の方が多いって印象の方が強いです、うん、ね、うん、でも社会人卒でやっぱりホームラン王は圧倒的に少ないと思う、ガッツさんと松中さんしかいないから2人ですね、うんうん、そう考えると若いうちからプロに入って育った方がホームラン王になりやすいかもわかんないね、そうですね、うん、変に大学からとかじゃなくて、もうホームランとかのこの大砲系になるぞって言ってご飯いっぱい食べてって、うん、育っていった方がなりやすいかも、ね、なりやすいかもわかんない、うん、あと中田翔とかもね、はい、高卒だしね、そうですね、うん、ホームランは取ってない、取ってないんだよね、取ってないんだもんね、はい、中田翔ね、うん、打点王だけだ、でもまあ長距離砲じゃんね、うん、中田翔もね、はい、あとは高卒で長距離砲でいうと、あと村上もね、ああ
高卒で、まあいずれ取ると思うよ。はい、できそうですね、うん、やっぱり高卒だな、うん、高卒の方がいいかも。そうですね、まあ、ホームラン王になりたかったら、うん、高卒の方がいいかも。はい、首位打者になりたかったら、はい、大卒でしっかりもう固めて、はい、左大卒以降、社会人でもいいし、まあ、年齢的に上の方になって、だからこれからで言うと、はい、近本とかね、取るかもわかんない、はい、うん、大卒、あ、社会人卒ね、はい、うん、あとホームランとかだったら、はい、佐藤ね、阪神のね、はい、まあ大卒だけどね、はい、パ・リーグとかだったら誰が、杉本とかね、オリックスのねホームラン王、うん、あとは中村とかね、うん、首位打者右、はい、大卒、うん、でも右少ないんだよ。そうですね、左、吉田正尚選手両方取れそうですけどね、うん、取れる、うん、全然可能性あるよね、はい、だそう考え、ね、うん、じゃあ打点を見よう、打点、あ、まだ打点見てなかった、うん、はい、で打点が、うん、セリーグは松井秀喜さん、ペタジーニ、松井秀喜さん、ラミちゃん、金本さん、片、うん、今岡さん、うん、ウッズ、ラミレス、ブランコ、ラミレスで、新井貴浩、阿部慎之介、ブランコ、ゴメス、畠山、筒香、ロペス、バレンティン、外、岡本で、パ・リーグが中村のりさんで、中村のりさん、うん、でローズ、松中さん、小笠原さん、カブレラ、うん、で山崎武さん、ローズ、中村竹也、小屋野で、中村竹也、井出穂で、浅村、中田、デスパイに浅村、中田です。うーん、って考えたらよ、はい、大卒ほぼいなくないですか。あ、ちょっといるか。打点王はセリーグが高卒5の大卒4、はい、でパ・リーグは高卒12の大卒1の社会人4。おだ、社会人4は松中さんが3回の小笠原さん1回だから、まあ、同じ2人ですね。そうそうそう、うん、大卒小屋のだけだね、はい、パ・リーグは。セリーグは金本さん、今岡さん、新井貴浩、阿部慎之介、うん、そうですね、まあ、おかわり君と中田が強いね。はい、高卒ちょっと多いですね、まあ、メンバーがこう偏ってるっていうのもありますけど、うん、でも畠山もね、筒香、うん、岡本、はい、高卒だしね、はい、で松井秀喜さん2回か、うん、ちょっと外国人、セリーグ外国人多いね。確かに、ペタジーニ、ウッズ、ラミレス、ブランコ、ラミレス、ブランコ、ゴメス、ロペス、バレンティン、ソト、パ・リーグの外国人ってタフィーとカブレラしかいないね。はい、打点って、まあ、前にランナー出ないといけないから、はい、やっぱ強いチームの方が打点を取りやすいよね、うん、はい、やっぱ勝負強さみたいなところもありますよね、うん、だからこの去年の中田のもうすごいよねチーム、うん、まあでも西川とかね近藤が出てくれてるんで、はい、前にどんだけいいバッターがいるかも大事なんでね、うん、はい、じゃあちょっと右左はどうですか。右左はそんなに打点に関してはそんなにないね、うん、逆にだってパ・リーグなんて左松中さんとガッツさんだけだからね、右左は関係ないね、打点は関係なさそうですね、うん、でもクリーンナップ打つって考えると、うん、まあ打点王ってクリーンナップ以外無理だから、はい、ほぼ、うん、でもあれだね、一緒の人ばっかりすぎるねそうなんですよ、打点王は、はい、うん、打点王にね、もうなりたかったらね、はい、簡単よ、うん、強いチーム入ろうそうですね、ランナーが出てないと打点なんないですからね、うん、そう、うん、だってこの今岡さんも2005年ね、阪神優勝してるしね、はい、うん、でこの15年がヤクルト優勝してるもんね、畠山もね、うん、もう今年島内選手が入るかもしれない、うん、そう、うん、おと左で久しぶりだね、はい、うん、でも畠山はねそんな なかったわ、調べてみたけど、かあの偏りがですか、うん、偏りない、うん、そうですね、うん、打率とホームラン王の方が顕著にいろいろこう入ってきてる部分が多いですね、出る、うん、だからあのね、あの首位打者、プロ野球で首位打者取りたかったら、はい、左打ちになろうそうですね、うん、で、うん、あの大学とか社会人行こう、はい、まあ、高卒でもいいけどね、はい、大学生に社会人行ってからの方が結構人いるね、うん、でね、まあ、そんな感じですね、うん、ホームラン王になりたかったら右、はいはい、右でもう高卒から行こう、うん、はい、で外国人に勝てるようにもうパワーつけて、そうそうそう、パワーつけて、うん、そうだね、はい、だからもうどっちを目指すかは皆さん次第でね、はい、だからもう自分はこういうタイプだって思ったらそれに従ってこう進んでいくのがあります。でも大谷みたいになる可能性もあるからホームランも狙えるけどね。そうですね、俺はもうねスーパースターのために言ってるわけじゃない、万人の人向け、はい、まあ、こういうタイプが多いよっていう、ね、そうスーパースターのこと言ったらもう何でもありだからね、はい、大谷選手って全部できるわけですから、うんうん、そうですね、はい、だそう考えたらこういうデータが出たんでね、はい、まあ、皆さんはね、うん、どれを信じるかっていうのもありますけど、はい、まあね、楽しんで見てもらえればと思います、はい。